勢いに乗りたいレバンガ北海道の一戦です。今ピックオフを迎えました。今日最初のポジションになります北海道、白いユニフォーム、画面の左から右に攻めていきます。ここはブロックショットで、ちょっとブロックバイオレーション出てきましたね。こうダブルチームからローテーションで、はい、最後トラソリン選手のブロック、いいディフェンスでしたね。ショットクロックが残り9秒になります。あ、ファンブルからターンオーバー、ボールは茨城、外から福田はスリーポイント、タップスポット、タップスポットインサイド、ペイントエリアの中、ジェイコブセン勝負に行く、アンケアコントロール、しっかり押されたんですかね、ここはジェイコブセン選手が上手でしたね。ミラー決めていく、ミラー選手はオフェンスもディフェンスもリバウンドが素晴らしい選手ですからね、はい、チームを助けますね。ミラー選手は左手ですかね。38歳の桜井亮太、プレータイム長くないんですけど、しっかり仕事しますね。そうなんですよね、はい、ここはトラトリーニが決めていきます。ここは時間をかけます。スリーポイントを選択する、決めてきます。いや、ここは狙いすまして、スリーポイントを決めていきました。福田は、はい、目の前に2メートルの選手が、そうなんですよね、寝てるのにこう上から決めてきましたね。共に最初にポイントは茨城に入りました。このフローターは落ちます。前を見ていってトラトリーニー、ガリウープ決まりました。田島、寺園がついていく、中で合わせるジェイコブセン、外からのシュート、福澤決めてきます。福澤、そしてトラトリーにステップから入っていってエンドワン、このファール今日2つ目。ジェイコブセン選手が、ここはタップスポットのシュートは入らないが、もう一度茨城、外から田島、スリーポイント決めてきます。はい、福澤はキックアウト、トラトリーに、中合わせていきました、はい、高橋決めています。北海道は2本連続で外からのシュートが外れています。福澤スリーポイント決めてきます。もう一度福澤これを決めてきます。スリーポイントに対するエンドワン、いや、ここでリバウンドを奪ってもう1回勝負に行きました、はい、福澤、体勢崩れてるんですけど、このタップスポット勝負に行くか、トラソリーにリバウンド、これを押し込んでいきました。結局ロングは19得点まで伸ばしてきました。最後福澤が決めたところで、まもなく迎えます。最終的には103対92。